はい、おはようございます。週明け月曜日、夢実現ハルピョンのドリームハウス、ここ FM 読谷のスタジオから生放送でお届けしています。本日のパーソナリティは、朝ごはんは今日はパンだったロクと、はい、同じく朝ごはんはパンだったアカリンと同じくパンだったキュラと音響担当のんちゃんですはい、今日はこの4名でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、番組前半10時30分まではドリームハウスの情報をお届けしていきます。番組後半10時30分からは加盟店亀組さん情報で、後半の方ではお知らせ告知などお届けしていきますね。はい、で先週は私お休みして、あかりんがねセンターでやってたんですけど、はい、センターでした、ね、でちょっと最後の方でちょっと車から聞いてたんですね、はい、で FM 読みたんってね、浦添の方も結構ね、うん、広い範囲で、はい、聞けて、浦添からでもね聞けたんですよ、うん、ね、でもこの先週は、あかりんと相槌がナオミンがね、はい、で音響のんちゃんさんが参加してたんですけど、はい、なんかすっごい聞いてて落ち着いて、あ、貫禄あるなーって、なんかね、すごいなーって聞いて、ありがとうございます。とても緊張したんですけど、もう私はもう安心しまくって、もう、あ、ほっとしながら聞いてたんですけど、よかったです。ありがとうございます。ね、私ね、これちょっと聞きながら、はい、FM 読みたん、こう CM 流れるじゃないですか。うん、で、この時に、ビューストリームからとちょっと CM、ね、ちょっと聞こえないんですけど、車で聞いた時に、ある発見をしたんですね。はい。はい、読谷のこのラジオのちょっと歌が流れるじゃないですか、うん、はい、FM 読谷 78.6 って、うん、はい、これって意味知ってました？え、どういう意味か。え、この78.6メガヘルツ、素晴らしいですね、はい、そうなんですその時気づいたんですね。78.6 って言ってるんだって。あ、私も最初分かんなかったです、ね、私もなんか普通の曲として聞いてたので、うん、全然気づかなくて、うん、なんかこれを気づいた時にはすごい感動して、あ、78.6 ねねえっていう気づきがあったんですよ ね、なるほどはい、ということでこんな私でお届けしていきますが、はい、はい、ちょっとじゃあドリームハウスのことちょっと紹介していきますね。はい、はい、FM 読谷ではラジオとインターネットで同時配信も行っています。ハルピョンのドリームハウスは沖縄市を拠点に活動している団体です。2011年10月に代表のハルピョンさんこと久保悦子さんの自宅からスタートしました。ワクワクする居場所づくりをテーマに活動の幅を広げ、現在は自宅から場所を移して沖縄市一番街に店舗を構え、絆カフェや講座サークルなどの活動を展開しながら毎月イベントも開催しています。男女年齢関係なくみんなで楽しく作り上げる場所、それがドリームハウスです。この番組ではドリームハウス宛に皆さんからのメッセージリクエストも募集しています。メールアドレスは fm786@fmyomitan.co.jp まで、たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、ということでですね、はい、え、先週ドリームで会ったこと、はい、で何があったかというと絆カフェ祭りが、はい、店舗の方であったんですけど、でまたドリームタウンのちょっとこう大きなイベントとはまたちょっと違って、うん、店舗の前でね出店したんですけど、はい、なんかこれが絆カフェ祭りができた由来というか、できたのも、うん、最初ドリームハウスでこう店舗の前に、うん、こう絆カフェショップを置いて、整体とかもね毎日こう出店してるんだけど、うん、これにまたこう何店舗かねプラス出店者さんがいたら、あ、これでもうイベントできるんじゃないってね話になって、で私たちドリームメンバーさんもそれぞれね、みんなあかりになったねアロマの整体とかね、はい、キラさんだったらね耳つぼマッサージとか、はい、私は今回お花ワークって言ってちょっとプリザーブドフラワーも使ったり、ちょっとイミテーションフラワーとか造花とか、うん、そういうのも使ってワークショップをやったりしたんですけど、はい、なんかこうちょっとこうみんなができるのをね店舗の前でやるだけで、うん、ちょっとした祭りが出来上がったんですけどね、うんうん、そうですね、それぞれなんかね持ち味っていうかできることが、ねうん、それぞれ個性があるので、ね、うん、であとね何があったかっていうと、ケイコリンの
カードセッションと、うん、あとおしゃれ相談があって、うん、で店舗の中の方ではハルピョンさんの書のセラピーがあったんですけど、はいはい、うん、ね、書のセラピーがすごかったですね。なんかこう人が切れなくて、ね、そうみたいですね、うん、私仕事と法事でちょっと参加ができなかったんですけど、うんうんうん、この写真からすごいなんかこのなんだろう、うん、セッションを受けた人の笑顔がすごいっていうか、うんうん、ね、なんかこうセッションした人の写真を一人一人撮ってたんですけど、みんないい笑顔して、うん、そう、うん、これ、ね、11時からスタートだったんですけど、うん、もう私来た時にはもうすでに始まってて、うん、で私も間があったらちょっと入りたいなと思ってたんですけど、うん、全然こう入る余裕がなく本当切れなくて、ハルピョンさんはなんかこうお昼食べる時間がないって言って、って言いながら私はこうそばで、あ、横でおそばをこうズー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 食べしたんですけどね、うんうん、なんかこれもあ面白いなと思って、あとあかりんはね、はい、アロマの、はい、足、ね、マッサージやってたんですよね、はい、整体とアロマの、はい、マッサージをやったんですけど、うん、そうですね、結構あの通りがかりの方が受けてくださって、うん、結構ね、にぎやかにこうおしゃべりして書いていただいたんですけど、うん、あここなんか毎日やってるのって言ってて、うんうん、月に1回ぐらいこれから開催していきますよって言ったら、うん、またうるま市の方でちょっと遠いんですけど、うん、また遊びに来たいって言ってて、うん、でハルピョンさんの書セラピーもとってもなんか興味津々だったので、うん、多分またやったら来るんじゃないかなと、うん、はい、思います。はい、あ、そっか、メッセでやり取りしてた方なのかな、うん、すごいなんか声の元気な、ね、なんか売り子さんをしてるとかっていう、そう、とてもなんか大ベテランの売り子さんみたいで、もう人が通りかかったらこうもうなんか宣伝せずにはいられないよ、すごいとっても ね、バイタリティーのある、その小セラピーの時のさこさんが集中できなかったという、そう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 、ね、店舗の外でやってる、ね、声が中まで聞こえちゃって、そうなんです、その後はベッドの、ね、頭の位置を変えたんですけど、ちょっとそれで変えたんですね、はい、そうなんですよ、もうなんかこう、はい、やってる時も、うん、この通りがかりの人も、うん、すごいなんか何やってるんだってすごい見て、あ、そうですね、興味持ってくれて、はい、注目してくれてましたね、はい、面白い。あと私が受けたのがけいこりんのおしゃれ相談を受けて、うん、ちょっと私のけいこりん何でもメイクとかね、うん、髪型とかね、うん、結構何でも相談乗ってくれるんですけど、うん、今回はねちょっと髪型をね私どうにかしたいなと思って、うん、ちょっとこう伸ばしっぱなしのちょっとこの放置、うん、どこに向かったらいいのかわからないこの髪の状態を相談して、なんかこう的確なアドバイスを、まず、うん、髪が傷んでるからこっちは切った方がいいとか、うん、ね、そこからなんですね、まずね、なんかパーマを当てたかったんだけどその前にこう髪を切ってやっぱり傷むから髪切って、うん、ちょっとね髪の色もちょっと黒っぽくなってきてるから、うん、髪をまず染め直して、うん、それからがパーマだよとか言われて、うん、あ、なったり、なんかお家でのこの髪のスタイリングのつけ方とかも、うん、なんかこう教えてもらって、私結構上からべちゃーって、うん、なんかこう羽を結構乾燥するので、うん、乾燥を抑えたいなと思ってこうバーって上からつけるだけだったんですけど、うん、違うって根元が肝心って、何、あ、根元、あ、毛先、うん、毛先が一番肝心って言って、あ、そっかそっか、なんか、うん、何でも知ってるなっていう感じ、ね、そう、何でも知ってる、うん、ね、私も髪切るときにね、けいこりんに、そうですよね、そうなんだ、相談をして、うん、1時間ぐらいね、うん、書店の、 ヘアカタログを一緒に見て、うん、そう、このスタイリストさんにどういうふうに言えば、うん、イメージ通りになるっていうのとかを、うん、あ、教えてもらって、ね、すごい可愛くなって、なんか、ね、もともとパーマがねちょっと残って、うん、残ってってるんですよね、そうそうそう、なんかそれがうまくくるんっていかせて、うん、そう、なんか何でもね相談乗ってくれる、うん、うん、頼もしいお姉さんですね、なんかこの美容師さんにこういう髪型がいいですって伝えるのも、うん、あ、もしかして私がこれがいいと思ってるのって今まであんまり伝わってなかったのかなってなんか思ったり、あ、結構なんかこう写真で持っていくんだけど、うん、なんかこうあれ違ってたりとか、うん、微妙に、でこう稽古にもこんな髪型がいいんだけどって見せた時に、うん、あ、じゃあこれはちょっとなんか髪をすいてるねとか、うん、でまた別のこういうのもいいってなったら、またこれは全然髪型が
こっちはこう髪をすいてないとか、私から見たら全く一緒なんですね。この微妙な違いにも気づけなくて、あ、もしかしてなんかそういう違いでも私はどっちも一緒だと思ってるから、美容師さんにこれってやってるけど、なんかそこでまたこうズレというか、あ、そんなのが出てきてるのかなってなんかそこで思ったんですけどね。なんかそんなの違うんだってなんか発見で面白かったんですけど、ね、ちょっとね細かいニュアンスっていうか変わってきそうですね。本当になんかこれってケイコリンだからね、おしゃれ、ね、大好きでこうやってきてるから、ね、モテる技というかね、アドバイスできるなってすごいなんか感心してすごい思ったんですけどね。はい、で あとね、この絆カフェ祭りでは、出店だけじゃなくてちょっと遊びも、はい、ね、入ってやりました、あかり、はい、やりましたね、はい、そうそう やってて、グリーン2号さん、エリカさんが遊ぶ道具をねいくつか持ってきたんですよね。なんかこうバドミントン、一番街のあの店舗の中で、あ、店舗外の方でバドミントンやったりとか、あとね、あのじゃんけんぽん、はい、叩いてかぶって、じゃんけんぽんでね、やってましたね。じゃんけんやって結構ね燃えるんですよね。ねちょっと、燃えてね、大人げないっていうか、なんていうのかな、なんかね、やっぱみんな真剣勝負。そう、なんかグリーン2号さんがねすごい強いんですよね、相撲とか、ね、結構何でも強かったですかね。じゃんけん大会も結構強かったですね。あ、でもなんかこの自分が負けると防御が弱い、勝ってる時は早いけど守るのがちょっと意外な弱点を見つけた。ね、であとですね、そうバドミントンもやって、なんかこう私終わった頃になんかこのバドミントンあまりにもこう燃えるというか、なって、なんでこんなに腕が筋肉痛してるんだろうと思って、そんなになんか運動してないけどなと思ってたら、そういえばバドミントンやったよ。もうそれも忘れてしまうぐらいいっぱいね、やったんですけど、はい、あ、じゃあここで、はい、CM、 あ、そうですね、あ、じゃあちょっと、じゃあオープニング曲をね、もう今オープニングじゃないけど、はい、ちょっと待って、じゃあここで曲ちょっとじゃあ入れていきましょうかね。はい、はい、それではお聴きください。キロロで最後のキス。
はい、時刻は10時16分になりました。夢実現ハルピョンのドリームハウス、ここ FM 読谷のスタジオから生放送でお送りしています。はい、さっきはねちょっと絆カフェ祭りのことをねお話ししたんですけど、はい、でまたこの絆カフェ祭り毎月やりたいねって話も出てるのでね、はい、あの今のところ、毎月第2木曜日ですね、うん、で店舗の方でねちょっとこう出店何店舗かちょっとワイワイやってるような感じなので、うんうん、また来月もね予定してるのでちょっと遊びに行きたいなという方はね、はい、ぜひ来てほしいですね、はい、で結構あのお久しぶりなドリームにちょっとこう関わりのある方もね、うん、何名かねいらっしゃってね、うん、なんかこういうのきっかけにまたこう足運んでくれたら嬉しいなと思うのでね、そうですね、ぜひね遊びに来てください、はいはい、でちょっとここからはあのドリームの講座のことをちょっとねお伝えしていきたいんですけど、ね、子育て講座ドリームではね知恵袋講座もあるんですけど、うん、子育て講座もねあるのでちょっとその紹介もしていこうかなと思います。じゃあ、はい、あかりんよろしくお願いします。はい、ドリームでの子育て講座、ワクワク母親学級から始まりゆるゆる母さん製作所、そして次は心満腹母さん、6歳までの子育てゴールデンタイムとして新たにバージョンアップしました、うん、結婚して母になったのはいいけども子育てでつまずいてしまっている不安自信がないお母さんたち対象です。6歳までのお子さんを持つお母さんが対象ということですね、はい、で知恵袋の基礎を取り入れてまずはお母さん自身の魂を向上しながら私たちよりも魂レベルが上の子どもたちとどう接していったらいいのか、うん、世のお母さんたちって旦那さんや子どものために一生懸命で自分のことは置いてきぼり、ご褒美をあげようとしても罪悪感でいっぱいになります。そのあたりの部分とやっぱりお母さんの幸せは家族が平和で仲良く暮らすこと、その基本2つをベースにそれぞれがいろんな体験を交えて行っていきます。独自のドリーム方式ハルピョン流子育て法をどんどん世に広めていきたいと思っています。知恵袋中級よりもさらに優しい感じの楽しみながらお母さんたちアップさせられるようなもの、ワクワクから入ってもらう講座になります。育児書がたくさんありすぎて情報がありすぎて本当はどれなんだって迷っているお母さん、実はとってもシンプルなんですよっていうことを伝えたいです。はい、ですね、ありがとうございます。ね、この子育て講座去年スタートして、去年はねワクワク母親学級って名前でスタートして、はい、であのなんか5回コースで、この時は5回コースで生徒さんが5人でやってたんですね、はい、5人っていうのもちゃんと意味があって、うん、嵐が5人だから、あ、そういうことなんですねハルピョンさんの大好きな嵐が5人だからっていうことで、はい、5人講師も5人、はい、受講生も5人ということでね、はい、重要なポイントですね、はい、でこれ毎回こう会を終えるごとにまたこう内容がバージョンアップして変わっていって、次はあのゆるゆる母さん製作所っていうね、はい、名前で、あかりんもこの時受講ね、はい、してましたよね、受講しました、はい、なんかどうでした、なんか変化、気持ちの変化とか、なんかそうですね、うん、なんか本当毎回あのなんていうんだろう、講師さんが変わるたびに、うん、こう本当に個性も違うし、うん、なんていうんですかね、やっぱりなんか自分一人だとこうなんていうの、視野が狭くなるところがあったんですけど、うんうんうん、いろんな角度からこう話を聞くことで、うんうん、とっても楽になったりとか、うんうん、あ、こういう形でやっていってもいいのかなっていうので、なんかちょっとこうね視野が広くなったりとか、うんうん、もうちょっとね子育て子供と向き合うのもなんか楽になったっていうのが、うんうん、はい、ありましたね、うん、でまたこの5人の講師もみんなそれぞれ色というかね、うん、また違う視点からこう子育てのことをね、はい、私この時あの食育の、うん、絵本とこう食育のことでちょっと子育てのことをこう交えて話したんですけど、はい、でケイコリンはねちょっとこう自分ワクワクさせるとか、うん、ちょっとまたそれぞれ視点が違うんですけど、うん、なんかこうみんなそれぞれ色もあって面白いなと思うんですけどね、うん、でこの受講生もまたこう毎回こう会ってこうやってお互いに話すことで、うん、ね、受講生同士のこう輪というかね絆もできて、うんうん、そうです ね、5回目になる頃には、ね、うん、本当にみんな仲良くなって、ね、はい、
最後こうみんなでこう色紙書いてなんか卒業式をね、うん、やったりしたね、うん、やっぱこうやってなんかこうちょっと涙する場面もあったりとか、うんうん、やっぱこの5回通してこうなんかあ自分だけじゃないんだってねなんかこう、うん、気づくというかね、ちょっと楽になれたのかなと思うんですけど、うんうん、でまたここでは終わらないんですね、はい、またさらに今ねちょっとあの説明してもらったんですけど、はい、心満腹母さんっていうのがねまた新たにできたんですけど、はい、あの今やってる知恵袋の講座もちょっと、うん、あの交えながらというかこれのもっと分かりやすくしたバージョンで、うん、であの子育てのことも取り入れながらやっていくんですけど、うんはい、でこれはあのとあの6歳までの6歳までがなんか、ね、子育てのゴールデンタイムって言われてるらしく、うん、6歳までのお母さんを主に対象としてやってるので、うんうん、ぜひね6歳までの子を持つお母さんは受けてほしいなと思ってるんですけど、はいはい、で私この今あのドリームハウスでメンターっていうのがね、うん、今やっててメンターっていうのはあのこう先輩と後輩というようなあのアドバイスをいただいたりとか、うん、こう背中を押してもらうとか自分ただこう依存してるだけじゃなくて自分をこう軸を立ちながら前へ進むメンターシステムっていうのがあるんですけど、うん、で私も実際このメンターを受けてあの最近この子育ての話が出ることが多くて、はい、私自身もまだまだこう子育てまだまだだなっていうのが出てきて、例えば子供を褒めるっていうのも、うん、あなんかこうもっと褒め方があるんだなっていうのをこう教えてもらってる最中で、うん、今宿題でいろんな褒め方を10個探してきなさいっていうね、うん、今宿題が面白いですね、うん、なんかこの褒め方のもいろいろあって、なんかうち6歳と4歳の男の子2人なんですけど、うん、なんかお兄ちゃんだけ褒めても今度は下の子がなんかいじけるんですよ、うん、お兄ちゃんばっかり褒めたら、うん、もうお母さん嫌い大嫌いとかもなんか拗ねて、おすごい一人を褒めると一人が拗ねて一人をまた下の子を褒めると、あなんかお母さんうちの子ケイタって言うんですけど、うん、ケイタばっかりインチキとか、もうなんかこんなのも出てきて、なんかこのセットで褒める、うん、下の子も褒めながらさすがお兄ちゃんの弟だよね、なんかこうセットの褒め方とかもあるよとか教えてもらって、あそっかとかなんかこう気づいたんですけど、で今あのハルピョンさんの実際こう子育てした時のお便り帳をね、うん、見せてもらったんですね、うん、ちょっと持ってきたんですけど、はいはい、でそれでなんか面白いお便り帳って普通私だとなんか今日はこういうことなんかお家でこういうことありましたとか、なんかただの、うん連絡事項とか、うん、今日はこうお迎えが早くなりますとかそれぐらいで終わっちゃうんですけど、うん、なんかこうハルピョンさんの見てるとすごい、この先生ももちろ ん, なんかこう褒めるのが上手でそうなんですけど、うん、ハルピョンさん自身もねこう褒め方がねすごくて面白かったのが、なんかね奇跡、あ先生がね書いてたのがお母さん奇跡が起きましたって、うんね、すごいオーバーに書いて何かなって読んでみると、カップに入ったゼリーの蓋を自分で剥がすことができましたって、以前は開けてと言ってたのですが、うん、今日は自ら挑戦してできたと叫んでいましたよって、おーはーってなんか そ, ん、ね、そういうことでもね、うん、あこんなに、ね、大げさにというか、うん、そんな風にそうちっちゃいことだけどそれも拾ってくれる先生もありがたいなと思うし、うん、あそういうのを見ていかなきゃいけないのかなってなんか思って、ねね、子供をね、うんうん、本当によく見てないと、ね、なかなか気がつかないところですよね。難しい、なんか本当にもうただこうあはいはいとか、うん、あすごいねとか、私も全然なんか言葉のレパートリーがないなっていうのに気づいて、うんうん、お母さん見てこれすごいでしょすごいでしょって来るんだけど、あすごいねあ、うん、さすがって終わってしまって、そう、ね、なんか ね, なんかねキュラさんも朝なんか今日そう、ね、今日朝なんかこのちっちゃなこのプラモデルみたいなロボットにするのがあるんですけど、うん、それを昨日できなかったけど今日の朝はできたみたいで、うん、見てみてすごいでしょって本人から言ってきたんだけど、うん、もう忙しいっていうので、うん、そうだねすごいねで終わっちゃって、うん、でここの打ち合わせに来た時に、うん、このみんなでね話してる中で、はい、あの時本当はもっとオーバーに褒めないといけなかったんだと思って、うん、こんななんか
昨日できなかったこととかを、うん、こう自分が気に留めてて、うん、褒めてあげるとすごい変わるのかなって、ね、うん、結構そう言われるとスルーしてる部分って多いのかなたくさんあるんだろうなと思って私もなんかこう今朝気づいたのが、うん、あそういえば下の子前まであの泣いて起きてるのがほとんどで、うん、泣いてもお母さんお母さん抱っこしてが当たり前だったんですね、うん、でいつの間にかもうそれがなくなって、うん、今もう普通に泣かずに起きて、うん、でもそれもなんか自分もあまり気づかずに、うん、全然気にも留めてなかったんですね、うん、でなんかこういうの見るとあなんかこう昨日できなかったけど、うん、さっき言ったね今日できたなんかこの成長ちょっとした成長も、うん、あちょっと見逃してたなっていうのに、ねうん、気づいて、ね、あとねなんかこんなのがあったんですけどあの爪が伸びてるので切ってくださいと言ってくれましたとか、うん、なんかこう言葉でちゃんと伝えることができるのでお母さんはとっても嬉しいですとか、うん、はあなんかはあって感じで、ね、なんか爪切ってっていうのもうん、うん、はいはい切るよで終わってたんだけど、うん、あ確かに爪ね、そこにまた爪が伸びてるのに気づいたのもすごいし、ねうん、それを自分の意思としてね、うん、言えてるのもすごいなってね、うん、なんかもっともっと褒め方を勉強しようってね、うん、思ってるところなんですけどねそうですね、うん、で あとこの講座今またちょっとこう先生講師同士で研修やって、うん、またね1月からはい、またスタートってなるのでね、はい、またドリームハウスのブログとかでもねまたスタートいつから募集ですとか詳細をなんか、ねはい、随時載せていくのでねまた気になる方はハルピョンのドリームハウスのブログでねぜひ検索してみてくださいねはい、はいとねちょっともうそろそろ CM に入る頃かなそうですねそうですね、うん、はいまたじゃあ CM 開けて後半からはね今度ちょっと加盟店のお話もね、はい、花あかりが出てきますよはい、はい、よろしくお願いしますはいじゃあ後半またじゃあお話ししていきますはい、はい、はい、時刻は10時30分になりました。ここからは加盟店亀組さんの紹介をしていきますね。はい、はい、じゃあ花あかりの、はい、あかりん、はい、ちょっとね紹介をよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、私は浦添の牧港の方で太鼓式整体とアロマセラピー のお店をやっているんですけれども、うん、10月からですねドリームハウスとちょっとコラボっていう形で、うん、ドリームハウス浦添支部という形で活動を今始めています、うんうん、で、私の整体プラス、うん、皆さん の各メンバーさんのセッションやワークを受けていただくコースですとか、うん、あと単品で先ほどねうん、ドリーム絆祭りの話でもあったんですけど、うん、ケイコリン の、はい、メイクの方ですね、うん、メイクレッスンですねとか
あとあのケロッピさんのお守りワークも、うん、あの生地からあの自分のねこう好みのものを選んでいって作っていくっていう、うん、あのお守りワークなどもやっておりますね。はい、はい、でなんかクリスマスに向けてのねなんか、はい、演出も、はいね、今考えてるんですよね。そうですね、あの花明かりに来たい方とかこう来ようと思ってる方ってどういう方なのかなっていうのをちょっとあのメンバーさんと、ねうん、あのちょっと話をして、あこういう感じの演出があったらいいよねっていうのをちょっとあの相談させてもらったんですけど、うん、やっぱりあのちょっとしたユーモアがあると、うん、なんかこうね気持ちが落ちてる時とか、うん、あの疲れてる時って、うんうん、とっても救われるっていう話をしてくれたので、うんうん、あの本当に何気ないところにパッと見たときに、うん、あなんかちょっと面白いなっていうのを、うん、あのたくさん用意しておくとこう気持ちが和んだりとか、うん、なんかね突然こう落ち込んでるときにバーンって元気にはなれないんだけど、うん、あのちょっとこうステップアップというか、うんあのね、戻って、うん、このちょっとしたのがいいですね、うん、さりげないそうです、ね、あのねトイレとかもねそうなんですけど、うん、トイレにねちょっと、はい、さりげない面白ポイントもね、そうですね、あの爆笑ではないんだけど、なんかちょっとクスクスぐらいちょっとふふってちょうどちょっと心がほわってなる感じだね。そうですね、あのクリスマスの演出もそういったあのものをこう、ね、ちょっと目指していて、こうパッと目に留まった時にちょっとニコって笑えるようなものをこう演出でしていきたいなと思っているんですけど、一応そうですね、今あのちょっと演出として考えているのは、アドベントカレンダーって結構ねあの今おしゃれなお店とかによく置いてあると思うんですけど、あのこうなんて言うでしょう、1ヶ月前ぐらいからですかね、クリスマスの1ヶ月ぐらいのこうカレンダーがあって、うん、でそこ窓を開けるとこうお菓子が入ってるっていうのが普通なんですけど、まあ、それがちょっとあのドリームハウスバージョンっていう感じで、はい、あのどうしようかな、もう言ってもいいのかな、じゃあ窓を開けると何かが何かが、はい、ちょっと面白いあのあ、ね、ドリームだなっていう感じのものを、はい、あのやっていきたいなと思ってますね。あとはあのちょっとしたこうクイズというか、まあ、ゲーム感覚でこう、うん、何かを見つけたら、うん、あの何個以上見つけたらちょっとしたプレゼントがありますよっていうものだったりとか、面白い、はい、ちょっとねあの面白い、ね、感じでやっていきたいなと思ってますね。はい、なんかこう癒されこうマッサージ受け、ね、行くけど、うん、なんかまた違う楽しみというか、うん、そういうね、うん、探すどこに何が隠れてるんだろうっていう ね、 そうですね、ちょっとしたこういう楽しみもあるからね、はい、面白い、はい、うんはい、で あと今モニターも、あ、はい、そうですね、モニターさん、うん、はい、月1人でしたっけ、今月限定2名で、あ、2名、はい、先着2名様で募集してまして、うん、ちょっともうね11月と12月はもうおかげさまで、うん、はい、募集の方入っているので、すぐ、はい、1月からまた、はい、募集していきたいと思ってます ね、うん、ね、はい、これあとなんかクリスマスに向けての、うん、はい、あ、プレゼントとかも、はい、ギフトカードの方も今、うん、はい、発売中でして、うん、であのギフトカードであの来ていただいた方はちょっとあの手作り の、 あのバスソルトをちょっと一緒に作っていただくという体験があるんですけど、うん、でロクさんもちょっとこの間一緒にやっていただいたんですけど、ね、はい、あの好きな好みの香りを選んでお塩と一緒にこうね、うん、混ぜて、うん、はい、作っていくので、うん、ちょっと今の時期ちょっとね肌寒くなってきてるので、うん、お風呂入った時にねちょっとあの体を温めるっていうのと、うん、いい香りでちょっとリラックスしてもらいたいっていうので、うん、はい、これあのコースが終わった後にちょっとお土産として持ち帰っていただくような形にしてますね、うん、はい、ね、私もあかりん受け花あかり受けに行って、はい、その時はね、あかりのアロマ、あ、はい、アロママッサージと あと、はい、ナオミのお昼寝カフェをセットで受けたんですけど、うん、で終わった後にねさっき言ったこのバスソルトを作ったんですけど、うん、なんか面白いです、なんかこう無心になれるし、はい、この香りアロマの香りもこう自分で選べるっていうのがまたなんか楽しくて、うん、で実際お家で使ったんですけど、うん、なんかねすごいすべすべ肌がね、お風呂上がった後すごいすべすべして、はい、結構乾燥で、うん、お風呂終わった後足がもう痒くて痒くても乾燥で、うん、すごくクリームとか塗ってたんですけど、うん、なんかそれがなくて、あら、なんか今日は私はしっとり肌だわってなんか
そうですね、あのちょっとドライハーブもちょっと入ってるので、カモミールこの間ロクさん作った時は入れた、させてもらったんですけど、やっぱりあの保湿とかあの美肌作用があるので、はい、それがじゃあカモミールで保湿の成分が、はい、そうですね、多分そうだと思います、はい、ね、すごいでも楽しかったので、はい、自分用にもいいし、そして誰かにプレゼントにもいいなって、そうですね、はい、作って誰かにちょっと入れ物も可愛いものを用意しているので、すごい可愛かった、はい、贈り物にもいいと思います、ね、はい、はい、であとですね、亀店亀組さんには他にも、ね、はい、メンバーさんがいて、今日ねもう一人の方をちょっと紹介したいんですけど、はい、じゃあキュラさんお願いします。はい、亀組さん、亀店さんのご紹介です。今回はあのさんちゃんさん、うん、はい、そうですね、女性の産前産中産後サポートの整体をしていて、ホリスティックケアルームさんですね、うん、はい、であのさんちゃんさんはあの妊婦さんとかを対象にしている整体みたいなんですけど、うんうん、そうですね、そう、はい、あの妊婦さんってね、整体とかって受けられないっていうのが、うんうん、なんかダメっていうなんかイメージがあるんですよね、うん、そう、なんかイメージがあるんですけど、うん、そういうことはなくて、安定期に入ってからの妊娠5ヶ月以降から臨月までの妊婦さん で今はそうですね、あの施術前後のお腹の状態や姿勢の状態などをあの写真に載せても構わないっていう方に、うんうん、施術料を半額の2000円で、うん、モニターとして実施してくれているみたいなんですね、はい、でこのお腹の張りが気になるとか腰が痛いとか、うん、下腹部が引きつるとか便秘気味、うん、だるさがあるなどなどの症状がある方は施術にいらしてくださいっていうことなんですけど、うん、妊娠中ってね、なんかあのお腹が張ったりとか、うん、この腰が痛いとかこのなんだろう付け根ぐらいから引っ張られるような感じとかって結構あるじゃないですか、うんうん、妊娠中に知ってたらなってすごい思いましたね、もっと早く知りたかった、ね、うん、でなんかこのドリームの、ね、メンバーさんのちりんちゃんも前回 この受けてきたみたいで、すごいなんかこの施術前と施術後のこのお腹の位置とかが変わってる感じがして、うんうんね、すごいなんかお腹の出っ張りそうなんか ちっちゃくなって、うんうん、ちりんちゃん多分もう12月がそうですね、結構もう臨月ぐらいなんですけど、うん、なんかすごいちっちゃくなって、そうこんなに変わるんだって、ね、そうなんか張り気味だったけど、うん、なんかすごい柔らかくなってるってなんかフェイスブックとかでも上げてたから、うん、すごいいいんだろうなと思って、もっと早く知りたかったなと思って、今妊娠中でこういうなんかお悩みとかがある人はね、一度このさんちゃんさんに連絡していただいて、うんうんね、これは、ね、お得、そうお得だと思います ね、うん、私も結構妊娠中お腹すごい張りやすくて、一、うん、人目の子はこれであんまりちょっと張るもんだから一時入院までしてたんですね、うん、なんで結構張る人多いと思うのでね、体がこう冷えてるとかもあると思うんだけど、うんね、ぜひ、ね、受けたら、ね、いいと思います、ね、そう、うん、でまたこうギリこのね、あのちりんちゃんもそうなんですけど、うん、結構ねお腹も、ね、臨月間近でも受けれるっていうのがまたいいですよね、うん、なんかもうきついのが当たり前ではないんですよ ね、うんうん、ね、なんかこうだんだん後半になってくるほど、うん、きつくね、お腹、うん、腰が痛い、なんかどこどこ痛いって出てくるんだけど、もうこれってしょうがないのかなって諦めてたんだけど、ね、このさんちゃんさんのね存在を知ってというか、うん、あ全然違うんだなと思って、ね、いいはず、ちりんちゃん、ね、そう、ね、でもロクさんも次とかねあったら、ね、次ね3人目ね、よくね3人目って言われるんですけどね、うん、ね、ほら情報としてあると、そうです、情報として、うんうん、あると、ね、気持ち的にも、ね、心強いじゃないですか、そうです、いいですよね、うん、確かに、うん、3人目産んでも安心だぞってね、そう、ね、あかりん、はい、うん、そうですね、一応考えとこうかなみたいな、はい、またねこの亀店さんってね今こうさーっとこう紹介したんですけど、はい、今このドリームハウスのドリーム幼稚園っていろいろクラスがあって、うん、亀店さんっていうのは主にねこういってお店持ったり花明かりとかね今日紹介したさんちゃんさんとかね、うん、お店持ってて自分のお店を紹介したいとか、うん、こうブログで発信したり、あとねドリームの絆新聞っていうのもあるのでね、うんうん、そこでこうお知らせしていくので、また自分のお店
これからどんどん発信したいわっていう方はね、はい、またこうやってクラスに入って紹介することができるので、はい、で加盟店さんの今日お話ししたさんちゃんは、ドリームハウスの日曜日をあのブログの最後に毎回こうこの曜日はこの方の紹介とか載せてるんですけど、うん、日曜日に紹介として載せてるので、はい、またねドリームハウスのちょっと日曜日ぐらいのブログをチェックしたら、うん、さんちゃんの情報が載ってますね、はい、あかりもね、はい、金曜日そうですね、うん、はい、ドリームハウスの金曜日のブログでも、ね、はい、紹介してもらってね、はい、うん、ま、あとねこのさんちゃんさんもねもしすごい気になるわっていう人は、うん、来週の11月27日木曜日に行われるドリームタウンの方でも出展しているので、その時にね体験なんかをしていただいて、でサロンの方に行くっていうのもあるかなって、うんね、あ、うん、そうですね、うん、であ私ちょうど昨日のブログにも書いたんですけど、うん、このタウンの時は手術、ね、何分だったかちょっと覚えてないんですけど、うん、1000円で体験ができるってあったので、うんうん、ね、ちょっと気になるって方 ね、妊娠中の方とか、うん、ね、入りやすいですね、うん、お得ですし、いいかもしれないです、うん、はい、じゃあぜひそちらもご覧ください、はい、じゃあちょっとここでリクエスト曲を流していきたいと思います。じゃあのんちゃんさんリクエスト曲、あ、じゃあ曲紹介の方お願いします。あ、ごめんなさい、はい、じゃあ1曲ですね、こちらで紹介させていただきます。マイディサイレスの、ザ・クライムです。
はい、時刻は10時46分になりました。ここからは今週のドリームハウス絆カフェ情報をお伝えしていきます。はい、はい、今週はですね、18日、ドリームハウス絆ショップは火水木の10時から15時やってます。で、はい、火曜日18日はケイコリンのカードリーディング、あとね、眉カット、はい、ね、おしゃれ相談もお願いしたらやってくれるかも。ね、そうですね。10時から15時やってます、はい、であと店舗の前の方でですね、徳山内整体、山内さんの整体がありますね、うん、こちらもね、もうどん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 常連の方がね、うん、なんかだんだんついてきて、うんうん、いつも人気の山内さんですが、はい、であとキュラさんの耳つぼジュエリーも、はい、10時から15時でつぼによってもしかしたらね、出たね、入ったり入らなかったりするかもしれないんですけどね。そう、明日はね、ちょっと本業の方が あって、うんうん、出店はできないんですけど、うん、はい、ね、またじゃあいついつお願いってやったらね、はい、うん、できるかもしれないので、であとね、13時から15時はマルコちゃんのお味噌作りがあります、はいはい、であと水曜日19日ですね、この日もケイコリンのカードリーディングと山内さんの整体やってますね、うんうん、はい、であと午後からはバンドサークル、はい、はい、これ私先週、先々週かな、うん、初めてちょっと参加して、はい、私あのキーボードで参加予定だったんですけど、はい、ちょっとね、キーボードなかったので、うん、ナオミのちょっとギターを借りて、はい、あ、山内さんのかな、ギターを借りてやったんですけど、うん、意外と弾けるんですか、教えてもらったら、ね、意外とあ、できた、そうなの、山内さんってエレキでしたっけ、あ、エレキ、そうです、なんかイメージがなんかフォークとかやってそうですけどね、うん、エレキギターみたいなんですよ、うん、結構あれなんですね、ロック系っていうか、なんかそうで、今あのテーマ曲があってユーミンの、うん、ね、優しさに包まれたら、あ、包まれて、包まれたなら、ならっていう曲で、うん、なんかすごいゆっくりだったらね、うん、弾けたんですよ、小さい頃わ本当になんかちょっとスローペースだったら、あ、弾けたっていうね、ここまでだったんですけど、ね、水曜日午後やってるので、ちょっとね、私も参加したいって方はね、ぜひ来てください。であとね、20日の木曜日と、はい、この日もね、ケイコリのカードリーディングと山内さんの整体、はい、で午前中の方にはね、ドリーム手芸クラブ、あ、ね、はい、入ってくるので、うん、これはあのケロッピさんのお守り、うん、手芸クラブ、主にお守りとかを作ったりするんですけど、はいはい、ね、なんでお守りかというと、こう自分の身は自分で守ろう、守るお守りなんですけどね、うん、とってもね、簡単なのでね、うん、先週のこの絆カフェ祭りでもね、お守りケロピさんワークショップでちょっとやってたんですけどね、うん、で皆さん結構簡単にすぐできるのでね、作りやすいので、はい、ぜひね、これでも参加していただけたらなと思います、はい、ね、私が気になるのがですね、マルコちゃんのお味噌、うん、はい、ね、毎回結構人気ですぐいっぱいになっちゃってね、はい、受けたい受けたいと思って、キュラさんは、ね、受けたことあるんですよね。そう、ドリームに入ったきっかけが、うん、マルコちゃんのお味噌作り で、ね、で前回9月だったかな、はい、にあのリピーターとして受けましたね。うん、そう、それをね、あの、いただいたんです。そう、それを、はい、その日がたまたま花あかりのモニターの日だったので、はい、それを手土産に、はい、あかりのところに。楽しかった。なんかだんだんこうね、最初なんかちょっと肌色っぽい色なんですけど、それがだんだんこうね、茶色も茶色くなって、熟成っていうんですか、そう、うん、私たちの見てる味噌っていう感じの色になってくる。それをなんか工程を見てるのも結構楽しくて、うん、結構ね、3ヶ月って言われてたんですけど、うん、結構待ちきれなくて、なんかちょっと味見してみたいとか、うん、はい、して、そう、なんか今回は、うん、普段は米麹だけを使ってるみたいなんですけど、うんうんうん、なんかこの明日やるものは、うんうん、麦麹もなんか両方使って、そうですね、麦麹って書いてましたね、そう、なんか合わせ味噌にするみたいなんですよね。あ、また味もすごい、そう、参加したい、ね、って思ってたんだけど、うん、今回はできなかったので、うん、次回に期待を、ね、またね、毎月、うん、来月もあるのかな、毎月ね、やってほしいですね、うん、そう、来月も一応なんか予定はしているみたいなので、今回入れなかったって方はね、うん、来月狙って、ね、すごいね、お得ですよね、1キロぐらいをお持ち帰り、うんうん、
作り方も教わりつつ、うん、まるこちゃんのね、なんかのプチ講座もあって、うん、そうですね、うん、食にこだわってるまるこちゃんなので、うん、すごい、そこも聞けていいお話が聞けるんじゃないかなって思いますね、うん、はい、ということですね。あとは、あとですね、来週じゃなくて、来週、来週ですね、うん、はい、はい、来週は待ちに待った、はい、ドリームタウンがやってきますね、はい、11月27日の、コザミュージックタウンの1階音楽広場と、その向かいにね、ライブハウス、はい、以前今空き店舗になってるんですけど、うん、そのライブハウスでもね、やってるので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、で時間の方が11時から16時までですね、はい、はい、で30分無料託児とかもね、うん、準備してるのでね、うん、お子さん連れの方でもね遊びに来てもらえたらなと思います。はい、はい、今日はこんな感じで、はい、終わりました。終わりましたねまだ終わってないけど、はい、はい、それではそろそろねお別れの時間なんですけど、はい、夢実現ハルピョンのドリームハウス、今日のお相手はロクとアカリンとキュラと音響担当のんちゃんでした。はい、それでは最後の締めをいきましょうかね、はい、せーの、キープオンドリーミング、バイバーイ。